ブループロトコルはバンダイナムコオンラインとバンダイナムコスタジオによる共同プロジェクトチームプロジェクトスカイブルーが開発する完全新作オリジナルタイトル PC 向けオンラインアクション RPG 公式略はブルプロ。なお、本項目ではクローズドアルファテストのことをキャットクローズドベータテストのことを CBT 都市複数回行われたテストに関してはナンバリングを行う。 2014年、下岡里志基地が入社して、すぐにプロジェクトを立ち上げる。当時は開発コードネームを色で名付けるのが流行っていたことや RPG 制作設定を考えていた時に闇を晴らして青空になるというようなイメージを持っていたことから、プロジェクトスカイブルー化スタート。キャッチコピーは操作できる劇場アニメ級グラフィック。基本開発コンセプトは、 劇場アニメに入り込んだような圧倒的グラフィック表現で紡がれる世界とオンラインゲームの特性を生かしたマルチプレイアクションのオンラインゲームタイトル3人称視点のオンラインアクション RPG ゲーム操作難易度は普通アクションを行うためのキー数量についても普通バトルシステムはパーティー VS パーティーオープニングテーマソングありがとうございます